引っ張る力にとても強い巻き結び、一つ目の結び方のご紹介です。紐の先端を右にして裏側から一周回します。回してきた紐は左上から右下に向けて交差します。一周目に回した紐の下に並ぶようにしてもう一周回します。回してきた紐は一番下に並ぶようにします。そして一番上に重なっている紐に左から右に向けて通します。左右の紐を引き締めます。これで巻き結びの結び上がりです。裏側を見た時に2本の紐がねじれずに綺麗に並んでいたら正しく結べています。引っ張る力にとても強い結びになっていますが、ほどく時は簡単で、一番上に重なっている紐を引っ張るとこのようにスルッと簡単にほどくことができます。